中学生あるある。切ってわざわざ人通りの多いところで人に迷惑かけながら堂々と TikTok 撮ることがかっこいいと思いがち。今日先生に腹立って壁殴ったからちょっと拳が赤いわ。謎にインスタライブしまくって自分のやんちゃ感をアピール。ショーウィンドゥ。癖のある先生は裏で生徒にモノマネされがち。なんかもう静かにしてよ。全く怒らない先生が切れた時怒り方わからなくてこっちが気まずい。面白おかしく過ごす毎日は